今日もまた恐怖のレッなんスだ？ンです。恐怖のレッスギブン。と人とものです。ギまあ、こブ。れはね、習ってる方は気楽なもんですよ。また多分、なんか恐ろしいやつが出てくると私は信じているので、信じて、もうなんかね、I believe it. I believe そうですよ。もう出てくるということが分かりきっている恐ろしいやつがいくつかあるんですよ。まあでも言うとね、出てきちゃうので、出ないわけにご どっちにしても出るってことですね。まあ出るような気がしますけど、まあ出なきゃ出ないでその時ですよ。はあはあ。まあ出ると思います。十中八九。までとはちょっとタイプが違うやつですね。そうですね。タイプが違います。ギブプラス人プラスものです。何ができるかって言ったら、人に物をあげると言えると。というところですね。はい。まあ、この辺は別にいいんです。大した話じゃないんです。私は彼女にあげたは、I gave her。でも、彼女にあげたって、じゃあ何あげたのって話になりますよね。なので、通常は誰に何をあげたっていう、まあ、これセットで言うことが多いと思うんですね。私は贈り物をあげたは、I gave a gift。いずれも情報不足なので、私は彼女に贈り物をあげたということで、I gave her a gift と表します。で、gave は、過去ですね。あげた。で、her、人に、ものをの順番。だから人間優先です。まず誰にあげるか。何でもね、くれてやればいいってもんじゃないので、誰にあげるのかということを先にしてください。その後にものをという順番で並べてください。で、to とかいらないんですよ。本当だ。ね、余分な気遣い不要ですから。I gave you. そうですそね。I gave う。なんか入れなきゃいけないんじゃないかと、そういうも余分なお気遣いは一切不要ですから you. ら。はい。もう何も入れないでください。いいですか？いいですか？ 言ったけどなんか出てくるような気がする。まあいいや。まあ先に進みましょう。I gave her a gift。誰に彼女に、贈り物をあげましたと、このように、このギブのように、動詞、動作の対象に目的語を2つ続けることができる便利な動詞がいくつかあります。今回はたまたまのギブをやりますけど、まあ、ギブだけじゃなくてそういったものがいくつかあるわけなんですね。これらはいずれも人に何か物とか情報などをあげるとか、またはしてあげるっていうパターンになります。はい。で、まあ、これ未来形を使って、will を使いますね。I will show you my pictures。あなたに見せます、私の写真をと。同じパターンです。で、これを命令文というか、まあ、お願いするようになると、Please tell me your address。だから、I'll tell you my address とかになるんですね、これ。私のアドレスをあなたに教えますよって。Please tell me your address. Okay, I'll tell you my address。なんかちょっと、コミュニケーションが怪しくなってきた。なんか、大丈夫ですよね。なんかちょっと、いつもハゲドイムとはちょっと違う感じで、私の敏感な AI にはわからない、この人間にしか感じ取れない空気を読み取ってるんですけど、まあ無視しましょう。はい。で、Can you send me an email? 私にメールを送ってくれますか？なんかまた、返事まで様子が入った嫌な気感がする。なるほど。はい。高橋選手、全く無言を貫いていますけど、大丈夫でしょうか？一応大丈夫です、大丈夫一応大丈夫ですか？です。はい。一応聞いて。なんか嫌な予感がする。まあいいや。他にも、ask とか by とか teach が同じように使えます。なんでここで終わるんですか？ なんでここで終わるんですか？ やめてくださいよ、お客さん。微妙な覚えを貫く二人。まあ、作文してみれば分かりますよ。分かってないかな。なんで、ギブとか、アスクとか、バイとか、ティーチはみんな両方とも目的を二つ取れるっていうパターンです。目的語2つっていうのは、後ろに名詞が2つってことですか？そういうことでしたか。あんたやらものやらね、誰に何あげるっていうのが両方とも来るってこと。ただ、ものが二つは来ないですよ。ものが二つは来ないですよ。ああ、人、物。そうです。はい。基本的に人が介在しますから、誰に何をあげるのか、誰に何を見せるのかとか。これ、まあ今この方式ですけど、答えは一つじゃないじゃないですか、いつも。だから、I gave a gift for her とかでもいいですか？いいけど、今回はちょっとそれをやめときましあ、ょなるほど。う。はい、やめたい。この組み立てでいくよと。
そうです。この組み立て。まずはこの基本的な組み立てで、取っ替えてもいいんです。取っ替えてもいいんですけど、別にそれさっきのやつでもいいんですけど、直接的な、まあ、人間の方が直接的に関係があるじゃないですか。まあ、あげる対象なんでね。何をあげるっていうのはどっちかっていうと、その対象があってあげますって感じなんで、そのものよりもその人間の方が存在が近くて直接的なんで、そっち先に持っていくのがまあ自然なんですね。だから、I gave a gift for her でもいいんですけれども、普通は、I gave her a gift の方がネイティブ的にはしっくりくるんで、そっちの方が一般的に使えますよって。間違いではない。やっぱりそう来ると思った。これっていうのやっぱは、りそうくると思った。よく来ると思いましたよ。はい。ギブとショー、アスクとバイとティーチとかが、は基い。本的にはその後ろにつけられるっていう。そうです。なぜならば、これはその人に何か、人に対して何かしてあげるような、動詞なので。してあげるような動詞だったら全部当てはまるんですか？例えば、他に何か思いつきます？なんだろう。運ぶとか。運ぶ。I bring you a suit. あ、やりますね、ありますね。買いもなんだ。そうなんですよ。買うも。I buy you this one とか。ええー、あ愛なたでにこれ買ってあげるみたいな。愛でバイユって言ったらあなたを買うみたいな。ああ、なるほど。そうじゃ愛ないででバす。イユ。そそうか。う。うん。あなたに買うっそうてです。はい。私はね、甥っ子にしょっちゅう言ってます。こと。You are a good boy, I'll buy you a gift. I'll buy you a toy とか言って、ね。もしあなたがいい子だったら、なんか、おもちゃ買ってあげる。なんかこう、物は必ず来なきゃいけないですね。そうですね。何か来ます。なんで、対象が人間と物みたいな感じで思っておきま絶対、省けないですよね。す。省けないですね。まあ、省いて、例えば、OK, I'll teach you だと教えてあげるって。うん。まあ、その場合だと、多分前の会話として、例えば、そうだな。マイケル・ジャクソンって誰？って聞かれたら、OK, I'll teach you。じゃあ教えてあげる。そんなもったいぶらなくても、ね、マイケル・ジャクソンおかしいだって、いや、いい話なんですけど。じゃあ教えてあげる。OK, I'll teach you。前のがかかってくるから、そそうこではす省よ。略しうん、て特に向きかなくてもいいって場合には、まあ、省略すると思いますけど、そういうのがなかったら、いきなり教えてあげる。何よって聞かれます。あれじゃあ、I'm wearing。そう、それを気になってたの。ん？ I'm wearing? とにかく明るい安村って知ってます？とにかく明るい安村って知ってます？知らないです。それコメディアンかなんかですか？コメディアンなんですけど、イギリスの、アメリカじゃない。イギリス番組で、ショーを見せて、この何人罰で失格とかっていうやつ、番組知ってます？歌とか芸とか何でもそうなんですけど、なんかその日本のコメディアンが、パンツ一丁で出てくるんですよ。ちょっとぽっちゃりした人は。で、こう、履いてない格好の、こう、ポーズをとって、そこから、安心してください、履いてます、っていうやつがあるんですけど、それを、まあ、英語ね、そんなに、上手じゃないんですけど、まあ、英語で、聞いたことある、その人。なんか、英語は聞いたことないけど、なんか、安心してください、入ってますか？Don't worry, I'm wearing って言うんですよ。なるほど。まあ、その場合にはそれでいいですね。あ、はい、いいんだよ、ってそれことをで。言いたいそう、から。でも、なんかその、一番最初に、Don't worry, I'm wearing pants って言うんですよ、自分の。パンツって言うん。あ、じゃあ、やっぱり。パンツって言うんですよ。でも、その後に言わないんですね。Don't そう、一 worry, 回 I'm 繰り返したか wearing. ら、そう、繰り返したから省略してるってことじゃないですか。そうしたら、その審査員たちがもうすごいもうゲラゲラ笑っちゃっ嫌て、がっちゃってね。一人の女の人が、I'm wearing って言ったら、pants って。審査員の人たちがみんな言うっていう。言うって、じゃあそれは省略してないですね。なんかすごい、それがなんかもう、あのなんか、か、何回もそれをなんか繰り返して、どんどん盛り上がっちゃって、今すっごいなんかね、ちょっとバズっ話題てです、今。今流行ってるんですか？話題今、なんでここ昨日ぐらいからすごいすニュースにね。なってて。ニュースになってる、すごい。そんなことがニュースになる日本って一体どうなの？ じゃあ子供たちにそれ、これからそれで覺えてもらいましょう。ウェアリングまでで通じるっていうか、そういう使い方もしていいのかなと思って。あんまり良くはないですけど、まあ、必ずその最後に何着てんのって聞かれる
ていうん。感多じ。分一番最初に言ってたんで、言ってペン。るから、そう、その前提でってことですね。だから普通は何もなくって言わないってことはあんまりない。後で送ります。はい、送ってください。めちゃめちゃウケるんで、確かに。すごいですね。それがこの文法の時に出てくると来ると思いませんでした。はい、はい。はい。物、必ず物がね、そう、来こます。う、なる来るっほどていですね。う。まあ、こっちからしても来たくなりますよね。I'm hurrying とか、I buy とか言ってもね、私買います。何何を、をって。とにかく買うって言っても困っちゃいますから、ね。はい。というわけで、まあ、ask やら buy やら teach やら give っていうのは、そういった二つ目的語を取れるという波立ちになります。だけど別にこのね、SVOO とかいうのは無理して覚える必要はないんですけど、まあそういうものがあるよっていう方を知ってれば不思議にならないし、また電池とかが入らないでこういうものが来た時に、あれなんでこれがつかないんだってならないので、やっぱりそのこういう方があっていいんだよっていうのを知ってるっていうのは、間違いを防げるのでいいですねってことですね。はい。ああ、よかった。染み込ませるわけですね、染み込体まに。せるわけです。そうです。二人がその、なんとかっていう人のおかげで、納得してくれてよかった。コメディアもたまには役に立つもんだ。いいんですよ。何でも分かればね、何使ったっていいんですよね。分かりさえすればそれで OK です。はい。では、行って、理解度チェックいきます。はい。じゃあ、高橋選手から、ケンは母親にプレゼントを渡しました。ケンは母親にプレゼントを渡しました。はい。Can give his 渡しましただから、gave でいい。はい、今な、ゲームスって言いました？うん。過去形に三単やのやつとかなんで、三単現のやつです。現在形です。はい、もう一回。Ken gave うん。ですね。Ken gave his mother a gift. でもいいし、プレゼントでもいいですね。プレゼント。はい。で、私の新しい iPad を見せてあげます。私ですか？はこれは、藤岡選手。I'll show you my new iPad. iPad。iPad. うん、iPad。iPad. そうです、はい。それから、妹が秘密を教えてくれました、高橋選手。高橋選手ね、姉妹が多いんですよね。私に、my sister told me a secret. そうです。しかし、教えてくれたらそれは秘密ではないということがあるんですけど。教えちゃったら秘密じゃないんですけどね。まあ、確かに。ヘリクツが。質問していいですか、藤岡選手。Can I ask you a question? そう、can I ask a question? Can I ask you a question? あれさい。じゃあ、高橋選手、私に資料送ってもらえますか？Can you send me the master tails? マスターテイル？マテリアルズですね。そうです。マドンナのマテリアルがあるって私知りませんか？あ、知らない。わ知らかない。んない。わかんないですか？はい。なんつった最初。マスターテイルって言いますね。マスターテールってなんだろうっ主て人みんのな。尻尾？マスターテールってなんだろうって思ってた。主尻尾みたいな。主 尻尾っぽいですね。なんか。すごい尻尾。はい。藤岡選手、笑いすぎです。はい。人の振りを人が振り、見て、そう我がですね。そうだ振りね。直せ。そうです。はい。わすは我が身です。はい。はい。さっき言ったやつです。What goes around comes around. ああ、そうですね。因果応報です。はい。はい。んで、Can you send me the materials? ですね。これ、マテリアルって言うんです。マテリアルス。There we are. そう、マテリアル Materials. ス。そう、マテリアルス。Materials. そうです。はい。まあ、ドキュメントとかでもいいですけどね。Document. はい。ドキュメントもなんか馴染みが。馴染みが深いですね。まあ、でもこれもちょっと覚え、あの、ついでに覚えましょう。これはね、よく使う単語なんで。実際にはちょっと難しめかなと思いますけれども。マテリアルズってなんか日本でだとなんか素材っていう意味なんですけど、なんか使うとしそうたらですね。素材とか、物質とかですね。なんか素材送ってくださいっていうので、マテリアルいりますかとか。ああ、そうですね。素材ってそういう素材ですね。なんか一瞬画像とかそういうのを送ってくださいって時で。デに、ザイナーとかに、なんかマテリアルどうしますじゃないけど、なんかそんな感じで使うんですけど、専門用語っぽいですね。かっこいいですね。仕事でママテテリアリル。アルとか、しかも語尾上げちゃって、マテリアルとか。使ったことないわ。使わなくて、ボクサーも間違いなく使わないと思います。だけど、ボクサーとかが、賞金いっぱい手にして、そうすると、金うほうほうになって、すぐスポーツカー買っちゃったりとかして、物質主義に陥るの。そういう時はマテリアリズムって言います。へえ。
マテリアルズっていうんですか？マテリアリズム。マテリアリズム。そう、物質主義ですね。物質主義に陥ると言います。物いっぱい持つみたいな。そうです。物欲はちょっと、物物欲いっ質ぱ欲主義いあるみたいけど。な、そうそう、物欲人間ということで、マテリアリズムって言います。だから物質主義って言います。なんで、資本主義がキャピタリズムで、マテリアリズムが、物質主義なんですね。まあ似たようなもんですけど。はい。ちょっとインテリ集を振りまいてみました。私、筋肉あんまないんでね、インテリ集をたまにちょっと振りまいて。はい。で、お父さんも私に英語を教えてくれました。教えてくれません、うちは。あんまいいんじゃ。あら。My father taught me English。そうですね。My father taught me English. ですね。はい。で、じゃあ一緒に繰り返しておきましょう。じゃあまず藤岡選手からいきます。はい。Ken gave his mother a present. Ken gave him mother a Ken じゃ present. なくて、his mother? Ken gave his mother a present. うん。I'll show you my new iPad. I'll show you my new pet. New pad じゃない、new iPad. あ、どんなパッドだ。ほ何のおら、金もなく。新しい人見せてあげる。どんな人だ。I'll show you my new iPad. それさ、My sister told me a secret. My sister told me a secret. うん。Can I ask a question? Can I ask you a question? Can you send me the materials? Can you send me the materials? 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 んず ?materials? Materials? うん、あるじゃんって、materials? Materials? うん、そう、materials? Materials? うん、はい。My father taught me English. My father taught me English. はい。じゃあ、高橋選手。Ken gave his mother a present. Ken gave his mother a present. うん。I'll show you my new iPad. I'll show you my new iPad. うん。My sister told me a secret. My sister told me a secret. うん。Can I ask a question? Can I ask a question? うん。Can you send me the materials? Can you send me the materials? うん。My father taught me English. My father taught me English. うん。二人とも素晴らしいですね。藤さあ、岡さん、いいですよね。私のマスターテイルズを笑ったマから。スターテイズ、そうですね。マスターテイおそルズだっらたくから。本編に現状されるんじゃないかなという予感がしておりますけど。Go the round, come the round でしたっけ？ What goes, what goes around comes around です。What goes around, comes around でしたっまさか、この冒頭で私が教えた慣用句がこんなに使われることになるとけ？ パッと。は。はい。はい。どんなパッドだ。どんなパッドだ？そう、大人の英会話ポイントです。話を聞いてください。妹は本来、Your younger sister ですが、英語では文化的にそうなんですよ。英語は姉妹、妹とか姉ってあんまり、だから困っちゃうんですよね。シスターって言うと、姉妹じゃないですか。和訳が。なので、Do you have sisters? とか、聞かれると、今日でも姉妹はいますかっていうふうに思ったもないですよね。兄弟も、女性、女の兄弟でも兄弟いますかって聞きません？聞きます。ねえ、ご姉妹はって聞き方ってあんまりしないと思うんですけど、で、結果的に、まあ、姉がいましてとか妹がいましてとかっていうことあるんですけど、英語の場合には、なぜだか、年功のあれもしないんですよね。上とか下とかっていうことも気にしなくて、日本人はかたくなに、いや、弟です。ヤングブラダーとか、エルダーシスターとかって言いたがるんですけど、聞きでもしなければ、あんまり向こうから言ってくることはあんまないですね。単純に、姉妹とか兄弟とかいう、くりで言ってくるんですよね。なんでしょう。魂が平等なんでしょうかね。よくわかんないですね。年齢関係ない。日本はね、年功序列社会なんで。まとめてマイシスタそうです。My sister とー。だか、からかな、なんか一回、その藤岡さんとスパーリングしてた相手に、なんか、妹何人いるのって聞いたんですよ。そしたらなんかね、なんかね、反応が、なんかスムーズじゃなかったんですよ。なんとなく。で、なんか、シスター、なんか、シスターって、なんか、で、ヤンガー、ヤンガーっていう、私が、なんか、ちっちゃい子が、ちっちゃい妹いるの知ってたんで、もう一人いるの？なんて聞いたら、なんかね、あんまスムーズじゃなくて。ではちょっとその質問の意図がよく分からなかったのかもしれませんね。それもある、それが多分大きかったんだとなぜ思うんそでの弱、わ、あの、した、だから妹を特に引くんだっていうのはちょっと不可思議だったんじゃないですか、きっと。
兄弟が多い、6人兄弟の、おお。だからお兄ちゃん何人で、妹何人で、お姉ちゃん何人みたいななんか質問ちょっと聞いたら。ああ、なるほど。その場合、最初は、まあ、一般的にはですけど、別にそう聞かないってことはないんですけど、Do you have brothers and sisters and how many? とか言って、だんだんこう、具体的にしていく感じですね。で、younger は、younger の比較級ですと。で、materials の代わりにドキュメントでも OK って書いてますね。なんでヤングじゃダメなんですか？young じゃなんでダメか？これよりもこれとお姉さんだったら young girl なんで、より若いみたいな。ヤングだと、全体的に年齢層の中で若いとか、年取ってるとかってなっちゃうから、こっちと比べてってならない。これ比べてるからそうなんですよね。多分ヤングマンとか、ヤングマンはそう、単純に若い男です。そういうことですよね。はい。そうそうそう。多分ヤンガーそう。マンとか言うと誰かと比べてるってこと、ヤングマン。はい。じゃあ、オールダー、上はオールダーです。エルダーです。え？エルダエルダー？ー。はい。そうなんだ。はい。エルダーはどういう意味ですか？エルダーは年上のっていうんですね。ではね。はい。では、クイックレスポンスですね。どっちから行こうかな。じゃあ、ちょっと。はい。彼女は私に素敵なスカーフをくれました。敵なスカーフ。素敵なスカ She gave me. ーフ。ん？彼女。She gave me. うん。She gave me a nice scarf. はい。スカーフ。Scarf. はい。私にいくつかのアドバイスをもらえませんか？ Can you give me some advice? うん。別のものを見せてくれますか？ Can you show me another one? うん。another one？ Another one? はい。私にあなたのメールアドレスを教えてください。これよく使いますね。教えてください。はい。Please tell me your mail address. もう一つ。前に、普通の住所とメールのアドレスは？メールアドレス。はい。サムはいつも私たちに面白い冗談を言います。Some always なんだろう。Say? 言います。冗談を言います。Some always tell us? Tell なのかな。Say? サムとは、サムとは？サムと、ササムにム対して、always 特別な配慮が必要いらないでしょうか。Hey, tells us funny jokes. はい。6番。あなたにいくつか質問していいですか？ Can I ask you some questions? 今、クエスチョンって言いました？は Questions? い。この荷物を彼に送ってください。Please send him package. はい。コツを教えてあげましょう。コツ。I'll give you the trick. Tell かな。I'll tell you the trick. 私は弟に風邪をうつされました。私に風を与えた。My brother gave me call, gave me a call. 彼は私をハグしてくれました。彼が私にハグ。He gave me hug. あれ、私。ハグをくれた。He gave me hug. あ、ハグ。A hug. どっちですか？は He gave me a hug. い、ありがとうございます。そさあ、うん、さあ、高橋選手。うなんだ。
はい、彼女は私に素敵素敵な、なスカーフをくれました。はい、she gave me a beautiful scarf. ビューティフルスカーフですね。素敵。はい、大きく出ますね。あら。大きく出ます。でも、形容詞はね、いろいろ工夫していいんですよ。私にいくつかアドバイスをもらえませんか？私にいくつかアドバイスをもらえませんか？私に、please give me some advice. Please give me some advice. 別のもの見せてくれますか？別のものを見せてくれますか？Could you show me another one? はい。はい。私にあなたのメールアドレスを教えてください。私にあなたのメールアドレスを教えてください。Please、Please let me know じゃないのか。Please、教えてください。Please tell me your email address. はい、サムはいつも私たちに面白い冗談を言います。Sam gave us funny jokes every time. Every time. Sam always gave us funny jokes. gave us funny jokes. はい。あなたにいくつか質問してもいいですか？はい。あなたにいくつか質問していいですか？はい。Can I ask you some questions? その荷物を彼に送ってください。荷物を彼に送ってください。Please send him, please send him that package コツを教えてあげましょう。を教えてあげましょう。I'll tell you the trick. はい、私は弟に風邪をうつされました。私が弟に風邪をうつされました。My brother gave me a cold. 彼は私をハグしてくれました。私にハグをしてくれました。彼が私。He gave us, us じゃない。He gave me a hug. はい、ありがとうございます。これで分かったことはですね、中1をみっちりやっておけば人生のほとんど OK なんじゃないかということが、なんマと。ジっすか？ええー、2人ともだいぶ優秀ですね、なんか。あら。もう高橋先生とかも、いや、もうほとんど間違いがありませんね、とか言っていやいやいや。出るんですよ。もうなんか、もう本当に突っ込みどころもないけど、ないです。なんでそんなつまんなそうに言うんですか？いやー、つまんないですよね。つまんない。だから、中1で手抜かないできっちり教えると、まあ、こういう出来のいい2人が出来上がるということはよくわかりましたよね。なんと。そう。だって中1で多分、細かいことを飛ばし、はしょっちゃ、まあ、授業の、ね、関係上、学校はしょうがないと思うんですけど、細かいところがわかってると、これぐらい密の少ない人間になるわけですよ。そういうことがよく大絶賛をいただいております。わかったんですよ。もう褒め殺しですよ。なんせ、因果応報ですからね。さあ、1番から行きましょう。She gave me a nice scarf。そこで、高橋選手はね、勝手に形容詞を変えて、なんか、ちょっと盛りましたけれども、なんか、素敵ってナイスでいいんですか？ナイスでいいですよ。まあ、ビューリフォーだったら美しいって感じになりますけど、まあ別にビューリフォーでもナイスでも別に何だっていいです。乗ったなと思って。もっと盛りましたね、かなり。全然いいんですよ。いいんです、いいんです。素褒め言葉の形容詞はあればあるほどいいです。晴らしい。そうそうそう。はい。もう、彼女もやったらファビュラースとか言っておきます。ファビュラスでファビュラススカーフ、スカーフにファビュラスとか言う人もいますね。はい。もこのナイスつけるときに、アモつけるかどうか、一瞬迷いましたけど。一瞬、でも、ね、一瞬ですよね。もう、昔の藤岡選手はもうだいぶ迷ってつけないみたいな。つけないの？迷った末につけないっていう。まずそれつけない。でも今つけてくれましたからね。もうだいぶ、監視とかと歩み寄って、来ましたね。はい。で、can you give me some advice? で、高橋選手が please とか言ってましたけど、please よりも can you give me の方が丁寧なんです、実は。please だと言って、くださいっても断定しちゃってますから、許可取ってないですよね。
ああ、もらえなんなで、くな期間によって聞いてるってことは、いや、くれますかって聞いてるので、だけど、くださいって言っちゃってるので、実は日本人がその、プリーズをなんか、プリーズとか言って、なんか、すごい丁寧にしてる風に言ってるけど、全く丁寧になってないので。なんと、まあ、おお。別にぶっきらぼうってわけじゃないんですけど、英語って敬語というのは、敬語というか、敬意的表現といって、その敬意を表すやり方は、もう距離とか実現可能性を限りなく遠くしていくと、距離が離れれば離れるほど丁寧なんですね。だから、do 言ったらとやれと。だからこれだったら、give me some advice。アドバイスなんかくれというのに、please だと、くださいって、別にでもくれ、お願いしちゃってもくれる前提というか、お願いしちゃってますよね。相手に余地はないっていうか。だけど、can you give me って言うと、こんなことできますかって聞いてるので、まだ丁寧なんですね。で、さらに can の実現可能性を過去形にして、could にして、もっと遠くすると、より丁寧。これも、アドバイスに S をつけるべきかどうかちょっと迷ったんですけ迷いど。ましたか。そうなんですよ。アドバイスは実はね、不可算名詞なんでございます。そうなんだ。そうなんです。そうなんですか。そうなんです。アドバイス図がないってことですないね。です。アドバイスイズなんて聞いたことがないです。おー、危ない。危ないって言った。言っちゃうんです。アドバイスは実は、アドバイスという概念だと思ってなるほど。でもな、なんか、アだドから、バイス。例えば、自分が UFO になって、例えば、じゃあ、私二つあなたにアドバイスがありますって言いたかったら、I have something to tell you, important things to tell you とか、まあ、two important things to tell you とか言えば、二つ重要なことを言う、あなたに言う二つ大事なことがあるみたいな感じで。important things to you とか。things。はい。アドバイスを使わない言い方になで、るっやてこれば、その数を、入れることができますよね。と。え、アドバイスって言えたら数入れられないんですか？A piece of two, two pieces of advice とか、前の単位に複数形にしてつけるといいです。アドバイスを複数にすることはできないので。はい。あんま二つのとか三つのとか言わないで、もうサマーアドバイスでいいってことそうですね。サマーアドバイスと言っておけば間違いないですね。いくつかアドバイスありますって。ですね。I have two advice とかもないってことないですね。Two pieces of advice っていうことはあります。ですね。そうか。あ数えらあ、なれるるもほど。のに数をつけられないんですね。そうなんですよ。飾られないのに数をなつんと。ける。なんと。まあ、言ったって通じますけど、ちょっと、みょちくりんな印象を与えるって感じですね。なんか間違えそうだよね。間違いそうですよね。多そう。いの。突っ込まれると思ったんですよね。なるほど。はい。嫌な予感を出しました。なので、で、アドバイスってアドバイスですね。アメリカで。はい。はい。で、can you give me some advice? ってなります。それから3番もね、なんか、3番で突然高橋選手が急に苦渋とか言って、また、わかってねえに、なんか してきて、2番で命令したくせに3番で丁わか寧ってねえにするっていう、なんに、か、そう、よくわからない。足して2で割るとちょうどいいみたいな感じなんです。ちょうどそう。振り幅が。そうそう、振り幅がちょっと広すぎたんですけれども。はい。なんで、ショーウィンドウのイメージだったんで、ショーウィンドウ？ああ、別のもの見せてもらいなます。イメージだったんで、ああ、なるほどね。なんか、はい。イメージ的にこうなったわけちょっとです。丁寧に言ってみた。丁寧に言ってみたんですね。はい。なんで、でもアドバイスくれる、ね、もらう相手に対しては命令帳のくせになんか。いや、命令帳のつもりないんですよ、だめっから。ちゃそれないですあ、か？不倫のつもりはなかったですけど。はい。そうなんです。はい。なので、ちょっとそういうふうに距離をね出すっていうことで、丁寧さを出しますんで、プリーズは決してつけたからって丁寧になるわけではない。だけど、まあ、言い方で、なんとかかんとか、please とか言って言えば、ちょっと丁寧になったりもしますけれども。それから、あと、だから、下に向けて言って、please って言うと、お願いします。これ、お願いします。please。全然、お願いしてないだろうっていう方はもう命令。命令ですね。ほぼ命令ですね。威圧的な、please。それから、4番、please tell me your email address ですね。となって、2人とも会っていました。それから、Sam always tells us funny jokes. で、これは、5番は、高橋選手が gave us とかなんとか言ってますよね。そうでした。always gave us とかって言ってましたね。これはどういう気持ちで gave にしてますか？あ、しかも、過去形になってましたね。過去形になっていました。
イブじゃなくて、ゲイブ。うん、そう、ゲイブって言ってますね、私たあ、ち。ごめんなさい、間違えました。そう、ギ過去形はちょっと間違えましたけど、はい。ブは一体どういうお気持ちでギブにしたんですか？え、なんか私たちにいつも面白い冗談を与えてくれますみたいああ、という、なるほどね。冗談を与えな。てもらうものという概念になってます笑かしてくれますっていね。笑かしう。てくれますみたいな。そうなの。なる私ほに言ってど。るでいいんですよ。I'll tell you some joke とか言って。うん、はい。それから、あなたに質問をしてもいいですか？ Can I ask you some questions？ ですね。これは二人ともできてましたね。それから7番が、Please send him the package。これ、ね、パッケージじゃなくてパッキッチって発音します。パッキッチ。うん、パッキッチ。キャベツもね、キャビッチって発音します。うん、キャビッチ。キャベツとか言ったら通じないです。キャベツとか、ツーってなるのね。キャビッチ。パッキッチ。まあ、メッセージとか、この AG って書くやつにみんなこのイッチって発音するやつなんですね。バギッチとか、マニッチとか、メッセージとか。はい。そう。なぜならば、まあ、この荷物、その荷物って特定してますから。はい。何でもいいから荷物送ってくれてちょっと変なことですよね。高い選手、なんか、ザットとか言ってなかった。ザットって言ってました？ザットって言いました。はい。ザットって言いました。それまあででも、もいい。んで、まあ、その前、あの荷物って言うんですね。あの荷物。あの荷そ物って言うんですね。の荷すみ物。ません、あの荷物、その荷物、この荷物、この荷物、みたいな、そう。まあでも目の前にあれば別に、ね、ザットって言ったからって別にそんな大きな問題にはならないんですけど、一応文法上は使い分けましょうということですね。はい、それから、I'll teach you the trick。8番が、これ、高橋さんにこれもやっぱりテルって言ったんですけど、テルとティーチの違いはというと、まあ、大人の英会ポイントにも書いてありますけど、テルっていうのは情報を教えることをテルっていうんですね。ティーチというのは、なんでしょうね、先生とかそういうなんかノウハウとかなんか教えるような感じですね。ティーチは、ティーチは、知恵とか技術を教えることなので、なんか、I'll teach you って言うと教えてあげるみたいな感じになるので、ちょっと、まあ、上から目線ではないんですけれども、相手が知らないことを教えることになりますから、知ってる相手に単純にお伝えするっていう感じにならないので、ちょっとたまにちょっと上から目線っぽくなる時がありますので、うん、大人同士で使う時は気をつけてください。なので、テルとティーチはちょっとニュアンスが違います。はい、てるのがなんか横流しって感じですね。同等の人に同等のものを教える。伝える感じですか？伝える感じのこうスライドって感じで、ティーチはこう。だ上からから。ティーチはティーチする人のティーチャーなんですね。いいじゃんね。そう、ティーチャー。テラーじゃないんですよね。テラーって言うとちょっと。あ、だからストーリーテラーとか言いますよね。話を伝える人。話、本を一緒に読む会とかあるんですよ、外国って。まあ、日本もあると思うんですけど、朗読会。そうすると、ストーリーテラーとか、なんかそう、うん、今日の話者は、話者って感じ、先生じゃなくて話者、うん。なるほど。そうです。8番は、そうよかったね。で、9番。10番が、2人ともにハグの、あ、なのか、あ、じゃないのか、ちょっと迷ってましたけど、give me a hug ですね。he gave me a hug。映画とかドラマとかで別れ際とかに Give me a big hug とか言ってません？なんか。ああ日本語だと訳せない感じなんですけど。ビッグハグ。もうギューってしてちょうだいみたいな。なんかギューって。この場合のハグは、はい。名詞だからってことでそうすでね。す。Give me a big hug で、押してくださいみたい動詞で使うこともあるんですか？な。使い分けます。I hug you とか。ハグビーとか言う。うん、そうですね。Hug each other とか、お互いにハグし合った。ハグっていうのは日本語にちょっとしにくいですけどね。それによって関はい。心はあったかどうか。そうです。あって言えば、まあ、というか文脈で中身の、動詞がなければ他に、それは動詞なんだろうなって思います。これってあれですか？なんか、he hug me じゃダメなんですか？でもいいですよ。ハグドゥですね。ハグズ。ん？あ、he hug過去形なんで、me。あ、he、ハグって過去ハグ形なのの？過去形ってなんですか？ちょっと待ってください。そう、私、実はそう思ったんですよ、最初。ああ、それでもいいんですけど、なんか、ギブミーハグとかの方が座りがいいし、なんかこういう、例えば、please take some time とか、あ、じゃない、please take a look at とか言ったりするんですね。ご覧くださいみたいな。みじゃん、please look at じゃなくて、please take a look とか言うと、ご覧くださいみたいな。見てじゃなくて、ご覧くださいみたいな。ちょっと間がクッション言葉が入るんで、直接的じゃないので、これもさっきの敬意表現と同じなんですけど、相手とちょっと距離を取ることによって、遠くすることによって少し言い方柔らかくなるっていうか。
見るじゃなくてご覧くださいみたいな。Please take a look. look。 そう。なので、なんか、そうですね。例えば、テレビ番組の司会者とかが、じゃあここからちょっと画像を流しますね。Please take a look とか言ったりしますね。その時のルックも名詞ってことですか、じゃあ。take a look。そうです、そうです。あ、あれですね。そう。なることもあるんだ。名詞になるときもあるんですよ。うん、ハグズ。ハグズ。He hugged me っていうん、う。いい、ハグでも、うん。でも大体ギブと一緒に使うことの方が多いかなと思いますね。こんなにハグに引っかかる人がいると思わなかった。です。大丈夫でしょうか。で、さっき言ってなかったやつだと、あ、ハグで、ギブで、あ、でね、このギブ、なんとか、人とハイタッチ、これ、あ、ハイタッチって日本語で言うと、ハイファイブって言います。ハイファイブ。ハイファイブ。うん、ハイタッチって言うと全然通じないです。日本おお。人は、ね、なぜかハイタッチって言いますけど、ハイファイブって言いハイファイブ。ます。はい、うん、ハイファイブ。5本の指ってことね。5本の指で。だから、なんか例えば子供とかが、なんだ、演技とかなんかゲートじゃないの、なんか やって、マラソンとかしてゴールと来た時に、うまくイエーイって言って、ギブミハイファイブとか言ってました。Give me five, ha, ハイフハ。ァイブ。Give me high five. です。なんで、スーパーフライでハイファイブって歌ありますよね。Everybody high five って歌。ワールドカップの時かなんかの。これ、両手タッチを、あれですか？ハイファイブ。それをやったことない。まあ、ハイファイブじゃないですか。ハイテーンって言うんですかね。シークレット。コツ。ああ、あとその8番がですね。そう、アドバイスは数えられない名詞で、買い物では、3番は買い物などで、can you show me another one ですね、another one。他に何個があっても、そのうちどれかを見せてほしいですね。あと、teach, trick とか secret ですね。I'll give you a secret. I'll teach you a secret. じゃあ、まず高橋選手から言っていきましょう。はい。She gave me a nice scarf. She gave me a nice scarf. Can you give me some advice? Can you give me some advice? Can you show me another one? Can you show me another one? Another です。あなたじゃなくて、another one? Can you show me another one? そうですね。このあが長くなります。another one? それから、Please tell me your email address. Please tell me your email address. Sam always tells us funny jokes. Sam always tells us funny jokes. Can I ask you some questions? Can I ask you some questions? これね、会話の時にペラペラペラって話すんですよ。ちょっと聞いていい？ Can I ask you a question? もしくは、Can I ask you a question? Can I ask you some questions? Can I ask you question? ペラ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 って言って。Can I ask you a question? Can I ask you some question? Can I ask you some questions? Can I ask you some questions? はい。Please send him the package. Please send him the package. I'll teach you the trick. I'll teach you the trick. これ、トリックになっちゃう人がいるので、トリックですね。トリック。Trick. My brother gave me a code. My brother gave me a code. そうです。コード。Code. そうです。He gave me a hug. He gave me a hug. そうです。じゃあ、藤岡選手行きましょう。She gave me a nice scarf. She gave me a nice scarf. 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 Can you give me some advice? Can you give me some advice? これ、give me じゃ、give me. Give me.、Can you give me some advice? Can you give me some advice? なんか、ダラダラダラって、プラプラプラって。どうしていただけますか？ダラダラって。Can you give me some advice? Can you give me some advice? そうです。はい。Can you show me another one? Can you show me another one? Please tell me your email address. Please tell me your email address. Some always tells us funny jokes. Some always tells us funny jokes. なんで、もし長すぎて言いにくかったら、私たちがその人間の前でちょっと切って何をかなと思わせて、ちょっと間を空けてその目的を言うんですね。Some always tells us funny jokes. Some always tells us funny jokes. Can I ask you some questions?Can I ask you some questions? Please send him the package.
Please send him the package. I'll teach you the trick. I'll teach you the trick. My brother gave me a code. My brother gave me a code. He gave me a hug. He gave me a hug. そうです。いいですね。二人とも完璧です。何かお心残りはありませんか？もうすべて吐き出したね。すべて吐き出した。吐き出したというのは、疑問を吐き出したということでよろしいでしょそうです。うか。はい。で、それをちゃんと消化して燃やし尽くしたと いう解釈はい。で合っていますか？はい。よかったです。次回は、コールが出てきて、コール。そしてまた人と一つ目というね。まあ似たパターンですけど、また目的語、目的語っていう感じの日本語で言います。次回も嫌な予感がします。殺してかかろうと思います。はい。というわけで、解決、一件落着。どんな動詞が使えるかだけね、ちょっと覚えておいてくださいね。はい。そうです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よかった、無事に終わった。